はい、こんにちは。北島アクアティクスのケンピーです。本日のカット TV はトップ選手シリーズというところで、またまた豪華なゲストをお呼びしてます。本日のゲストはリオ五輪2016年のリオ五輪で 200m 個人メドレーで日本代表として出場された今井月選手に来てもらいます。では早速登場してもらいましょう。今井月選手です。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと僕も緊張するんですけど、今回 YouTube こうやって出るのって初めてですか？こういうの初めてです。なんかいつも見る側なんでめっちゃ嬉しいです。いやもう僕らも嬉しいですよ。初めてでいただいてカット TV ありがとうございます。現在今井月選手は東洋大学の4年生で、東京ドームで練習されてるんですよね。はい。今井月選手といったら、今大学4年生ってところですけど、2013年の日本選手権で 200m 平泳ぎで3位に入ってるんですよね。2013年でいうと当時12歳中学1年生ってところで、いやもう今日話題になったと思うんですけど、僕もその時テレビとかで見ててすごいなと思ったんですけど、当時のなんかエピソードとかってありますか？当時はやっぱりまだ初めての出場とかだったので、なかなかそのテレビに出るとかそういうのも慣れていなくて、すごいなんかテレビの人にインタビューされたり、はいはい、追われたりするのがすごい嫌だった感じがあります。まあそうですよね。12歳でそんな注目浴びちゃうとちょっと嫌だった。嫌でした。逃げ回ってました、ね、逃げてたね、はい、逃げ回った。ありがとうございます。リオ五輪で 200m 個人メドレーで出場されたというところで、実際得意な泳ぎは平泳ぎ、そうですよね、というところで 200m 平泳ぎを専門種目として現在練習していると思うんですけど、今日はそんな今井選手に、平泳ぎについて、平泳ぎで気をつけているポイントだったり、キックストローク、あとは平泳ぎで大事なタイミングのところですね、というところをちょっと泳ぎについて解説していただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、では早速本編の方行きたいと思います。どうぞ。では今井選手に平泳ぎを泳いでもらいました。ありがとうございます。はい、今井選手が平泳ぎを泳ぐ上で何か大切にしているポイントとかあったら、まずは教えていただきたいなと思います。何かありますか？そうですね、平泳ぎはやっぱり一番抵抗が多い種目になるので、どちらかというとパワーとかよりはテクニックが大事だなっていうふうに思ってるので、どれだけ水に抵抗を与えないかどうかっていうのがすごく大事だなって思ってます。いやもうなんか泳ぎ見る限りですけど、芸術的だなと思ってるぐらいめちゃめちゃ綺麗な泳ぎだなって今井選手泳ぎ思ってるんですけど、平泳ぎ抵抗を今減らすっていうところで言ってくれたと思うんですけど、結構やっぱり姿勢の部分ってすごい大事にされてるんですよ、泳ぎの中で姿勢っていうところは。いや姿勢は本当めちゃくちゃ大事だなって思ってて、やっぱり伸びてる時間にどれだけ綺麗に姿勢で保てるかっていうのがスピードにつながってくると思うので、一直線に綺麗にまっすぐなるようには意識してます。なんか姿勢のための練習、陸上トレーニングとかってされたりしますか？陸上トレーニング、やっぱり綺麗な姿勢保つには体幹が大事になってくるので、体幹は必ず練習前にやるようにしてるのと、平泳ぎは結構お尻とか股関節の動きが大事なので、そこはしっかり入れてから入水するようにしてます。あ、そうなんですね。結構練習前、水中入る前は基本的にドライトレーニングとかをしてから入水からだし、今姿勢のところでポイントお話していただいたんですけど、なんか姿勢以外で例えばですけど、この後キック単体とかストローク上半身のところとか聞きたいなと思ってるんですけど、なんか自分のこの平泳ぎの中で強みとかって話せたりしますか？はい、もう圧倒的にキックが得意なので、この上半身があんまり得意じゃないんですけど、下半身の動きっていうのがすごく自分の中では強みかなって思って、そのためのキックを強くする練習とかってどんなされてますか？キックを強くするために何かしたわけじゃないんですけど、
もともとすごい膝の可動域とかも広くて、うん、水を捉えやすい体だったので、うん、なんか平泳ぎが天才ですねもうありがとうございます、はい。じゃあちょっとキックの方に移っていきたいなと思うんですけど、今ちょっと言ってくれたキックで何か意識しているポイントだったり気をつけているポイントあれば教えてください。はい、キックは一番ブレーキがかかりやすいところになるので、うん、どれだけブレーキをかけずに水を捉えられるかっていうことが大事なので、うん、まあ、さっき言ったお尻とか股関節をうまく使って水を挟み込む感じでやってます、うん。この引きつけるやっぱ抵抗が一番生まれるのって足を引きつけてくるタイミングだと思うんですけど、なんか引きつけるときに抵抗を減らすっていうところでなんかポイントとして意識しているところありますか。まあ、膝、まあ、こうやって持ってくると思うんですけど、うん、この部分がすごいブレーキになってしまうので、水を多く捉えたいけどブレーキはかけたくないってなったら、ちょっと膝をこうやって自分の場合は傾けて内側にちょっと傾けるような、はい、内旋して蹴り込むとより水をつかめるかなって思うんですけど、うん、でその分やっぱりブレーキもかかってくるので、はいはい、もう感覚でキックするときに僕なんかは関節硬いので、そのどうしても膝が開きやすかったり、膝を閉じようとしてたら結局そのかかとも外に開かない、ちょっと狭いキックになっちゃったりするんですけど、部分としてはさっきお尻とかワードだったと思うんですけど、なんかここを意識してキックしてるとかあります？部分的に言うと、はい、やっぱり股関節を動かさないように回さないといけないので、足を回さなきゃいけないので、股関節があまりグラグラしないような泳ぎっていうのをドリルの時から気をつけたりはして、はいはいはい、腰の位置とかって今井選手すごいずっと高い位置でボディポジションキープして泳いでると思うんですけど、何かコツとかってありますか？やっぱり腰とかお尻の位置がグラグラしちゃうと一定に保てないので、うん、体幹をやっぱ強くするのと、うん、股関節の動きはすごく大事で、うん、股関節をグラグラさせないような風に意識はしてます、うん。僕もこんな風に泳ぎたいなと思うんですけど、体上げた時に腰が落ちちゃうんですよね、どうしても。あ、それはやっぱり体幹とかキープする。平泳ぎって一番難しいので、難しいですよね。タイミングもすごい大事ですし、うん、なんか日によってコロコロ感覚も変わっちゃうので。ありがとうございます。じゃあちょっとプルの方に行きたいと思います。プルで何か意識している部分とか、今井選手キャッチポイントすごい高いなっていう風に泳ぎ見ても思うんですけど、なんかコツとかそういう意識しているポイントとかあれば教えてください。プルは私はあんまりキックの邪魔をしないようなプルをしたいなっていうふうにいつも思ってるので、かき始めから手を前に出すまでの水中の動作っていうのをなるべくキックの邪魔をしないように出す、進めるかみたいなのを意識してます。で水中ではやっぱ肘が立つ方がいい感じになってるので、泳ぎながらちょっとギリギリまで確認して泳いでます。結構じゃあ肘を立てよう、キャッチ意識してっていう風に普段スイムを泳がれてますか？普段のスイムは足で進むことをなるべく意識しているので、はいはい、プルで進むってよりかは邪魔をしないプルをしようっていう風に意識してます。 あとはその前から見た時にちっちゃい子が泳いでるみたいな感じになるぐらいコンパクトに持ってくるようにしていて、見た目とかもすごく平泳ぎは大事かなと思うので意識してます。ビジュアル重視。いや、ビジュアルはめちゃくちゃ大事なのでいやいや、ビジュアル重視、はい、私の先生もよく平泳ぎはビジュアルだって言って、速い泳ぎがやっぱり速い泳ぎだなっていうふうに思ってるので、もう前から見た時はすごいちっちゃく、で横から見た時はいい選手が泳いでるかのような平泳ぎが一番。ありがとうございます。なんか今プールのところで解説していただいたんですけど、なんか上半身呼吸のところとかでなんか意識してるとかありますか？呼吸は頭を上げるタイミングがすごい意識していて、うん、どうしても疲れてくると呼吸がしたくて早く頭を上げてしまうんですけど、はいはいはい、なるべく待って水中でおとなしくして呼吸も抵抗になるので、はいはい、呼吸もなるべくタイミング遅くするようにはしてます。あとは顎を引くことも大事だと思っているので、やっぱ疲れてくると顎が引いてあるので、はいはい、顎を出さないように、まあ、それもビジュアルなんですビジュアルビジュアルを意識してます。なるほど。
目線とかってなんか気にしてたりしますか？目線は手を出す1ミリメートル前ぐらい、呼吸した時に、まあ、手を出してないので、うん、あ、この辺かなっていう手を出したいところの、まあ、1、2メートル先ぐらい見るようにします。すごい具体的。ちょっと僕窓でやってみありがとうございます、はいはい、ちょっと今、泳ぎについて、キックとプールについて解説していただいたんですけど、ちょっとここからタイミングについて、聞いていきたいなと思います。ちょっと僕の話になっちゃうんですけど、3月に僕、マスターズ大会に出ることになりまして、 100m 平泳ぎに出てるんですね、はい、と目標としては今井選手が小学生の時に出している学童記録の淡水で1分7秒、早いな、バケモンだなと思ってるんですけどそのタイムをちょっと出したいな、まあ、切りたいなぐらいで泳ぎたいんですけど、今井選手が、まあ、ちょっとタイミングでキックとストローク、この手と足のタイミングでブレストで意識しているところあれば教えてください。タイミングは手をここに持ってくると思うんですけど、はい、このタイミングで足を入れる、蹴り始めるっていう感じだと思うんですけど、なんか説明するのはすごい難しいので、すごい自分の中で抵抗を感じながら、このタイミングで入れたらブレーキが少ないなとかを、やっぱドリルとかで意識してやってみるといいかなって。今ドリルの話してたんですけど、タイミングをちょっと測る上でのドリルとかって何かやったりしますか？あります。まあ、平泳ぎ普通に、まあ、水面で手と足を動いてると思うんですけど、はい、あえて水中でスイムをすることによって、はい、すごい抵抗を感じやすくなるので、そういう練習でタイミング、どのタイミングで蹴り出したらいいのかとか、書き込んだらいいのかとかはなんとなく分かってくるので、ちょっとドリルを、もう完全に水中で潜った状態で、完全に水中でスイムをすると分かりやすいなと、まあ、タイミングについてちょっと話していただいたんですけど、まあ、タイミング、まあ、バッチリ決まると前に重心、体重が乗って重心移動がうまくいくと思って、重心移動の部分で何か心がけてるというか、ポイントとして持ってるものありますか？平泳ぎ自体がすごいバタフライと同じタイミングな気がしているので、平泳ぎのドリルの中でちょっとバタフライを一回挟んだりすると、結構タイミングも重心もどこにやったらいいのかとか分かりやすいので、おすすめです。おすすめ、バタフライを挟む。よくあるドルヒラとかあると思う、はい、ドルフィンキックでの平泳ぎ のドリルとか、はい、他もやったりしますか？やったりしますね。前に重心が行きやすくなったり、うん、それこそ平泳ぎのキックをするよりもテンポを上げやすくなったりするので、うん、試合前とか、レース前のアップでやったりします。ありがとうございます。はい、では今井選手によく練習でやるドリル紹介をちょっとしていただきたいなと思うんですけど、スカーリングのところから手の部分でやるドリル、紹介していただいてもいいですか？スカーリングになるんですけど、もうさっき言ったように肘をやっぱり立たせたいので、小さいスカーリングから徐々に大きくしていって、まあ、自分でもちょっと横目で確認できるように、もう徐々に大きくしていくっていうドリルを。今映像流れてると思う、小さく最初動かしてから、そこからだんだん平泳ぎのストロークにちょっと近づけていく。そうですね、平泳ぎの手はやっぱ最初のキャッチも大事だと思うので、最初のキャッチを意識しながら、だんだん平泳ぎのスイムっぽいキャッチにしていくっていうのがかなって思います。じゃあ2つ目の、これは背面キックですかね、はい、はい、なんかポイントありましたらお願いします。背面キックは、まあ、できるなら気をつけてやってほしいんですけど、やっぱり膝が出てしまうとその分がブレーキになってしまうので、はいはい、膝をしっかり出ないように意識した状態で、もうお尻を使って挟み込んで進んでいくっていうイメージでやってます。これはもう最初に言ってた抵抗の部分ですね、足の引き付けで抵抗を気をつけるってところですね。じゃあ3つ目が、これ面白いですね、バタフライの手で足が平泳ぎのキック、なんかポイントありますか？
そう、やっぱりタイミングがすごく似ている種目なので、このバタフライのタイミングで平泳ぎの足を挟むことによって、なんか平泳ぎのスイムのタイミングとかもつかみやすいかなっていうふうに思ってて、やるようにしてます。さっき言った重心移動のところですね、多分ここは。で、最後に、水中平泳ぎですかね、これもう潜った状態で、先ほどもちょっと話していただいたんですけど、そうですね、なるべく水中で抵抗を感じながら、どこでキャッチをして蹴り出せば抵抗が少ないかっていうのを確認しながら、感覚を大事にやってます。見てる皆さんもこのドリル4つチャレンジしてやってみてください。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。本日は今井ルナ選手をお呼びして平泳ぎについて解説していただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。でも本当貴重な映像ばかりで、あのドリルもたくさん紹介していただいて本当ありがたいです。ありがとうございます。じゃあ最後に、今見てくれている視聴者のスイマーに向けて今井選手から、メッセージお願いします。今回は動画見ていただいてありがとうございました。いつも皆さんの応援がとても力になっています。これからも活躍できるように頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。本日は今井ルナ選手にお越しいただきました。今井選手のインスタグラム概要欄の方に載ってますので、皆さんぜひチェックしてみてください。はい、フォローしていいんですよね。 YouTuber、 フォローしていいんですね。フォローしてください。ありがとうございます。ではこの動画が良かったなと思う方は、ぜひ皆さん高評価と、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。